皆さんどうもこんにちは、モコウと申します。本日はですね、私ですね、なんとネットでですね、僕の知らないところで勝手にディスられておりました。それが悲しくてね、ちょっと思わず動画を撮った次第でございます。とあるまとめサイトにですね、まあ、なんかその掲示板みたいなのがあって、そこによるとですね、こんなこと書かれてるんですよ。これはい、ロイヤルを使うだけで上がるランクの価値、まあまあいろいろねあるけど、ロイヤルを使うだけで上がってしまうランクにはやっぱり価値はないんでしょうか。あのモコウさんですらロイヤルを使うだけで AA になれてしまうのってやっぱりロイヤルが強すぎるからなんでしょうか、というね。もう俺本当にもうさっきも壁に穴開けましたよ、ブチギレすぎて。ふざけんなよお前。このクソガキがよ、ああ言っとくけど俺ロイヤルばっか使ってねえからな、お前。俺あれだぞ、ロイヤルと同じぐらいドラゴンも使って勝ってるからね。ああ、しかもドラゴンの方が多分勝率いいから、俺な、俺が一生懸命2ヶ月や3ヶ月かけて WA に行ったもん、それを素直に祝福できずに、あろうことがこいつはあのモコウが言ったんだから、ランクにもはや価値はないとか抜かすんすよ。クズすぎるだろこいつ、マジでお前。でもね、嬉しいことにね、このなんかスレッドに対する返信として結構僕に対してのね擁護コメントも多いんですよね、うん、こんな感じで、ね、こいつはゴミか、こいつはゴミだ、ほらこれね、ムルムルさん、私はゲームの価値は楽しむことに尽きると思います。自分がランクを上げることが楽しければ良いし、ファンデッキにこだわりたいならフリーマッチをやればいいと。しかしシャドーバースは他人の名前を出し貶めて楽しむゲームではありません。あなたがそのようなゲームが楽しいと感じてその行為に価値を生み出すのであれば、他のゲームでやってください。少なくともあなたのこのような行為よりモコウさんのランクの価値がある。うわ、完璧な用語でしょこの人ね。本当にありがとうございます。もうなんかこういう書き込みのおかげでちょっと救われた俺。うん、でこの下の人もこれエルスさんもそうよ。少なくとも個人名を出し、まるでロイヤルのパワーカードだけで勝ってるという風に晒し上げるのは感心しないですね。そもそも現環境はロイヤル完全境でもないでもないです。冥府エルフ、ミッドレンジロイヤル、ランプドラゴン、アグロネクロあたりが上位でしのぎを削ってるのが現状であり、ロイヤルのカードパワーだけがズバ抜けてるという、もっと言えばロイヤルはずるいという考えとなればイメージに振り回されすぎ、ランクの価値に関して言えばきつい言い方ですが、お前がそう思うならそうなんだろうな、お前の中だな、といったところですと。ね、お前の中だけなんだよ結局。おいクズ、お前俺が知らねえところでよ、お前掲示板でお前書き込みしやがって、お前ゴミクズ野郎がよ本当に。でこいつはあれだ、ベストアンサーにこれしてんだよな。ねえ、一番その自分をディスってないコメントをベストアンサーしてんの。で、こう顔真っ赤だよ、こいつ。絶対に。ね？他にもね、ほら。ね、個人批判するなとかね。あと、これ嬉しかった。これ、ぷよぷよもポケモンもある程度できる人はいつまでも言われたけど。そう、俺はね、こう見えてね、ゲーマーなんですよ。ええ。ぷよぷよに関しては、今年のね、ぷよぷよ B 級クラスの大会で、まあ、ほぼ優勝。まあ、惜しくもちろん2位だったんだけど、まあ、ほぼ優勝に一歩届かずってことで2位という実績残しましたし、ポケモンでも大会で2回ぐらい優勝してるし、ね、対戦ゲームに関しては俺は強いんだよ。自信を持ってんだよ。誇りあんだよ、俺には。おめえと違ってよ。うん。で、こうやって言ってくれてる人いるっていうの嬉しいよ、本当に。うん。ね、ほら。意外とこういうゴミみたいな書き込みに対して、なんか擁護じゃないけど、まあ、批判、このスレッドを立った人に対する批判が結構多い。うん、ほら、 いいこと言うわ。ランクはその持ち主にとっての価値があるもの、そこに至る過程がランクの価値を決める。オリンピックのメダルの価値を理解議論できますか。当事者でもない人間がですよ、そこに意味はないんだと思います。自分で取ったものなんだから自分で価値を決めましょう。まだ取ってないなら取ってから考えましょう。正論。うん、あのモコウさんって別にあの人名指しで、バカにされるほど弱くないと思うけどな。それにロイヤルはもう強くないしと。うん、まだ A3 なんであまり部下は言えませんが、やっぱランク帯によってね、ほらプレイングな差を感じると、うん、言ってね、やっぱ言ってくる人いるわけですよ。分かったかお前。
お前ちょっとキッズすぎるわお前な、ちょっと反省してな、今自分のお前このままだとそういう考えしてるとこのシャドーバースだけじゃなくてもう実生活の支障来たすよマジで。お前社会出た時にさお前絶対痛い目見るからね。うん、ゴーレム君レベル5のね。ということで、まあ、ちょっと僕はまあ普段ね温厚な性格なんですけども、ちょっと憤りを隠せずにねちょっとこういう動画撮ってしまいました。またちょっと今後もねちょっとこうやってねネットでね悪口を書くやつがいたら俺が取り締まっていこうと思います。はい、本日の動画は以上で終わりだと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。ちょっと通報しとくか。